厚ッツイ本マツタケモトミンク、1927年12月6日から2002年9月28日はアメリカ合衆国の政治家、民主党員、日系アメリカ人3世、両親は日系2世である。父の末松タケモトは土木技術者であり、母の三霊立山主婦であった。末松は1922年にハワイ大学を卒業した。 ハワイ州初の日程アメリカ人の女性弁護士。海洋国際環境担当国務次官補、白人以外の女性では、初のアメリカ合衆国会議員。合計12期議員を務め、中間選挙の最中に死去したが、その選挙においても当選した。教育改革法第9条項を総行。ハワイ州から選出された初めての女性連邦議会議員でもある。また、 反戦候補として、オレゴン州で行われた大会において1972年、アメリカが州国大統領選挙の民主党予備選挙に出馬し、大統領選に出馬した初めてのアジア系、アメリカ人ともなった。 h t t p b i o g u i d e c o n g r e s s g o v s c r i p t s c r i p t b i o d i s p l p l i n d e x m 0 0 7 9 7ありがとうございます。